三沖、小模造の歌合わせ、カツラの女。三十二番職人歌合わせは、日本の中世紀に編纂された四四五作の職人歌合わせの一つである。三十六火星をテーマに十三世紀に作られた歌合わせ、三十六火星絵巻の描法、構図を踏襲して、十五世紀末、当時台頭し始めた職人をテーマに、三十二の職種をピックアップして、 構成された。形態は絵巻物。1214年に作られた東北院職人歌合わせ、1261年に作られた鶴岡法上会職人歌合わせに次ぐ三つ目の職人歌合わせである。1494年、御土三角天皇の聖母で、御花園天皇の授号唐久門院、信子の七回忌を契機に作成されたとされる。 イヤシキなるものが歌を継がえるという形式を持つ。イヤシキなるルモとは、エッドキアサルケン、金たたき、キ、ムネといった門付け、大道芸を行う芸能者、かつらの女やしきび売り、ナウリといった行商人がそれであり、これらの職能は、経済流通、交通の変化、発展や芸能の発展、民間仏教の不況といった時代背景をもって出現したものである。 歌数64種、触手32種、花10回を題とした強化的な和歌による各16番合計32番の歌合わせとして構成されている。略画の描写も動的であり、3世紀近く先行する2つの職人歌合わせに比較すると独自な発展が見られる。歌合わせには犯者が欠かせないが、これを本作では肝心性としている。 1793年から1819年に編纂された軍書類獣に取り上げられた。1778年の模本等が現存する。国立国会図書館所蔵の軍書類獣502ではテキストのみで略画が省略されている。本作の歌合わせの組み合わせおよび登場する職能の一覧である。ありがとうございます。